プレゼンフォックス世界一。有名になりたい欲って何が原動力なんですか？女の子にモテるからとか。あ、それめっちゃあります。女の子大好きなんで。はいはいはい、それはシェアの何割ぐらい取ってます、はい、原動力の。うわー難しいな。でも女の子だけじゃなくて男の子とかに声かけられたってでも嬉しいです。褒められたいとか、はいはいはい、知ってるとかすごいとか、うん、まあ、そういうのが100ですね。でその中にもう女にモテるも入ってるから。なるほどなるほど。何パーかっていうのはちょっと難しいですね。それ以外の欲が、はいはい、まるでないんですよ。なるほど、ね、だからなんでその有名になりたいのって言われても、うん、もう根がそうだから、うん、褒められたら嬉しいじゃんって言われたらみんな嬉しいじゃないですか、はいはい、褒められたら嬉しい、はい、なんで嬉しいのって言われても、うん、いや褒められて嬉しくない人いんのみたいな、はいはい、これの化け物、それが100を占めてるから、はいはい、それ以外の欲がないんですよ。なるほどね。あの家欲しいとか、うん、いい時計つけたいとか、うん、そういうのも特にないんですよ、はいはい、どこでも寝れちゃうんで、うん、本当にあめっちゃシンプルです。そういう意味で言うとなんかある一点に全振りしてる人ですよね。全振りしますね。どうだ俺のをしゃぶらないかチャンネル登録してね、チャンネル登録してね。